おはようございます。こんばんは、バディオです。さあ、今日もウォーロボッツ皆さんと一緒に見ていきたいと思います。今日は、まあ、オプションですね。このオプションの映像を一本、見ていきたいと思ってます。足止めオプションですね。私、前からちょっと提案をしてますけれど、足止めオプション。アルティメットパルサーをたまたま手に入れてます。金持ちガチャを回したわけではなくて、なんかのタスクだよね。たまたまなんか電波がタイタンか何かの強化、集中強化してるときに、たまたまこのアルティメットパルサーがそのタスクになっていて、それでゲットしたんですね。あんまりこう無理してゲットした感じではなくて、普通にやりたいことやってたら手に入りました。そういう感じの一本なんですけれど、たまたま一本手に入ったら、どこに使おうかっていうと、やっぱりオプション。今私の中のお気に入りなので、ここに一本つけています。パルサー、アルティメットパルサーって、改めてさ、数値見ると、ダメージ3700なんですね。で、限定版のパルサー、これ限定版のパルサーなんですけど、ダメージが3889で、600ぐらい低いんです。アルティメットパルサー。これマーク3とさ、これ限定版の方はマーク2のレベル12なので、厳密に言うと、20% ぐらい違うんだけど、同じマーク3の土俵でちょっとね、比べてないから。600ぐらい低いだけで、他はさ、この、アルティメットパルサーって、リロード4秒、蓄積、効果の蓄積が120なのね。で、射程は両方変わらず。で、限定版の方は、リロード5秒の効果の蓄積が114で、6% 低いだけなんですね。要はね、ダメージだけが 20% ぐらい低くて、同じマーク3で、あれするとね、20% ぐらい低くて、リロードが1秒長い。そういうなのが通常パルサーとの差なんですけれど、その足止めをするための効果っていうのはね、ほとんど変わらないです。だから、アルティメットパルサー持ってなくても、ノーマルパルサーでもね、足止めっていう、付加価値を、手に入れるならば、そんなに大差がないってことですね。で、ラブリスの、ダメージって、一発当たりってね、ここ見ての通り3400なんで、アルティメットパルサーよりは下、限定版パルサーより上っていうような感じの、性能なんですね。で、相談数が、パルサーよりも、ラブリスの方が多いので、総合火力としてはラブリスの方が上なんですね。なので、アルティメットパルサーの、打ち切りと、リロード4秒なんで、打ち切りと、ラブリスで、アルティメットパルサーでようやくね、ラブリスの火力にの、まあの近づくかなっていうぐらいの差で、しかないんですけど、そこをね、ちょっとね、我慢して、限定版のパルサー、もしくはパルサーでもいいんだけど、このパルサーをもってすれば、足止めとしてはそこそこの威力は出せるし、火力もそこそこ出せるので、これでもいいと思いますよ。テストサーバーでは私、このノーマルパルサー使って、試してますけど、オフィオンはね、それでも全然使える印象はあるので、限定版のアルティメットパルサーとか、限定版パルサー持ってなくても、通常パルサーでもいいと思いますんで、このセットアップはね、ぜひともね、試していただきたいかな、そんな風に思ってます。でね、これなんでこんなこと今更改めて言ってるのっていうとね、電波なんだよね、電波。次のアップで 9.3、もう明日か明後日ぐらいにクリエイターにはね、配られる可能性があるんですけれど、それが来てもさ、強化するのにさ、メモリアムみたいにさ、アホみたいな金のかかるやつ使わされるので、さすがにね、昨日宣言した通り、カンストは多分しないと思います。で、クリエイタープログラムに、の人たちに、電波が配られるときってレベル50で配られるので、5つ多分スキルはね、選べるんだと思いますけれど、どうせさ、ランダムでガチャガチャ引いたらさ、ゴミみたいなプログラム、スキルしか手に入らないので、いつもそうだから。そうするとね、それを、メモリアム使ってスキル変更なんか多分しないの。するとさ、お金かかるから。そうするとさ、トータル的にクォンタム発動を、取るのか、取らないのかっていう差になると思うんだけど、ステファン・ベンソン君見ての通りさ、これね、すごいさ、あれにしてん の速度振りにしてるんですよ。あとアビリティをデストロイヤー入れたりとかさ、それなりにさ強化してんだけど、この強化してる状態、しかもステファン・ベンソン君のさ、専用アビリティってさ、飛行速度が 15%、 内蔵武器 10% のダメージボーナス与えられるから、これぶっ壊れてるからね、これはこれで。なんでこれのクォンタムはさすがに強いけれど、
トータルで見た時にここまでして変える必要があるかって今私の中では天秤にかけてる状態。いいスキルを引けば使うんだけど、いいスキル引けなかったらもうこのままでいいかなって気がしてるぐらい、それぐらい今ねこの子使いやすいですね。ということで今日は改めてね足止めオプションっていうのを一斉見ていきたいと思うんですけど、残念ながらさこれをこういうね紹介したところで、じゃあこれからねオプション、アプデ 9.2 のガチャでさ 銀ガチャ泥沼だったでしょ。もうほとんどさマーズしか出てこないわけですよ。ほとんどがさオプションなんか手に入れてる人って相当お金使ってないとダメだと思うんだ。で次のアプデ 9.3 でオプション手に入れやすくなってるかどうかわからないけれど、ガチャ引いて手に入れたところでさもうすでに持ってる我々とはね足並み揃わないわけです。同じさステファン・ベンソン君を育てるにしても、新しい電波がねたまたま出てきて育てるにしても5万円ぐらいかかるからさ、リアルのお金でねカンストするのに我々と同じ土俵に上がってくるまでに5万円ぐらいかかるわけですよ。それみんなやらないでしょ。で結局差が埋まらないんですねっていうような環境を運営は作ってるわけです。後から入ってきた人をもう全然さ追いつかせようという気すらないっていうことね。先に手に入れた人と、先に手に入れた人たちはそれなりにお金は使ってんだけど、そのお金を使ってる人たちにすらこの仕打ちだからさ、もう本当にこの運営はね廃れていくだけなんだと思います。もうね電波を育てる人ってがっくり減ると思うので、クオンタムレーダーを積んだオプションこれを使ってくるのは、KR とか大八とかさ、そういう上位クラン、あとは課金でもうお金なんか全然ドブに捨ててもいいですよっていう人たちの一部の人だけたちだけなので、もういいかなそんな感じですね。で改めて今持っている機体っていうのについて再考察っていうかね見直してみようかなっていうのが今回の企画の趣旨ですね。オフィオンは一体の皆さん手に入れてほしいなとは思いますけれど、もうね電波はなくてもいいよ。もう足を止めて、ちょっとね速度が遅いとね割と使いにくい感はありますけれど、でも足を止めるっていう限定要素でいけばオフィオンとラブリスで、パルサーっていう組み合わせはね本当に悪くないので、電波がなくてもねこれはちょっとねお試ししていただきたいかなという感じでね一戦見ていきたいと思います。それではいきます。よろしくどうぞ。さあやっていこうか。バトルモードはビーコンラッシュだ。マップは連チャンだね。お雪山引きました。初手は当然ネザーですね。ネザーで中央に突っ走っていきますよ。よいしょよいしょ。そしてナイスタイミングを見計らいながら飛んでいくぞ。いやーちょっと遅かったな。失敗したそういうこともあるさ。たくさんいるなリーパーが。いややばいぞ。よしちょっとかすり当たりしたねそれでも真ん中取れれば OK ですよ。高台のさ左側のあそこの高台に乗るってことは味方側にリーパーがいねえってことなんだ。あんなところ体さらしてたら一発で抜けるんだけどさ、あとは遠距離がいねえのか苦しいなちょっとでも中央とかすげえ勢いで飛んでったけどそれは無謀だろう。なかなか辛いぞこれ。よしいやーやばいやつ来た。いやーナイスだね。いやでもそこリーパーが抜かれるから注意しろ。やばいぞ。ナイスだね。オッケー。よし、そして一気に攻め込んで、ちょっと出ちゃったけど、いいや。よいしょ。奥にリーパーいるのか。やべ、抜かれた。しょうがないね。ちょっとさ敵に釣られて出てしまいましたよ。釣られたっていうかさ、ちょっと貴様はやるか。さっきのさ マーズのタレットがちょっとうざかったから、どうせやられるんだったらと思って、ナイスだね。前ちょっと出ちゃいましたけどちょっとさやべえな。俺ちょっと中央から離れちゃったけどちゃんと、いいねいいね。ベッツさんがしっかり後ろでチャンス伺ってくれてるね。ナイスナイス。これさ下手するとさみんな前上がってっちゃうことあるからね。
あの敵が前上がってこないからっつって、リーパークライシス今奥手に2人いるでしょ、2人いるのにさ敵上がってこねえからっつってさ、わーっと上がってくとキルデスでやられちゃうので後半逆転されるんだよ。そこをね我慢、ここで我慢できるかどうかなんだけど、みんな前も上がっていくなおい。いやー ZF ぐらいのさ腕があれば前上がってもいいけど、そうじゃなかったらあんまり上がるのそう説明しねえんだよ。まあまあいいだろう、ここでねイモらないと逆転されます。まあね、ここでいいよ、このオフキョンはさ、これ足止め結構効くので、瞬発に効くので、ここでねイモりながら前出てきてるやつの敵をさ足を止めればさ支援にもなるからね、あんまり無理して前上がる必要ないから。でもまあ敵もさちょっと押すのはやめようぜ。よしナイスだ、足止まった。あーちゃー、なんかあーもうなんかこの高さがダメなんだな、これオフィオの高さと当たらない高さなのかな。よし、あいつの足を止めたいけど消えていくのか、もしもね、頼んだぞ。さあ敵はさ中央来れないとなるとどうする、やっぱ横っちょ来るのか。でも横っちょはさ味方の後ろのやつがなんかしっかり自陣型張り付いてそうだ。足が止まんねえ。よし、そのブラストナイスだな。よし、はい、ナイスだね、一発足止まったね。ちょっとでも顔出したら足だ、あいつの足止めるぞ。止まれ、よし足止まった、あとは頼むぞ。あ、ナイスだね、そのビームも足を止めるビームか、ナイスだね。よし、そして俺はここでチャチャ入れながら、とにかく足を止めてくよ。よし、足が止まった、OK。よし、トリプル級いただいて、所定の位置に帰っていくぞ。よし、よし、この位置が、よし、足が止まっていくと本当に強いな、やっぱり。足止めてこの火力ぶち込まれると結構強いね。足、あいつも足を止めるぞ。よし止まった。そして、あ、展開したね、なんで展開するよ。背後から攻撃受けてるのにさ、目の前の敵しか見えてねえから。そろそろ敵もしびれ効かしてさ中央突っ込んでくると思うんだけどな。じゃあ届いてねえよ。まあ、タイタン前出てるからな、そうするとあそこの防戦になったところは俺はそこでちょっとこう、よし足を止めていくぞ。よし、はい、よし止まった、オッケー。あいつは止まってないな。よし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 、結構削ったぞ。あいつの足も止めたい。いや止まんねえな。あ、止まったね、オッケー。よし、そしてタイタンをスレイヤーいただいていく。これがこういう戦い方ができるの大きいんだよね。こんなさ車線の通るところで足止められたら本当になすすべないからね。いい攻撃いただいてると。よし足が止まった。いや本当にね足止めのねこれ使いやすいよ。よしよしよし、これでもう逃げられないでしょ。こうやってラストスタかかっても足が止まっていく。いや使いやすいよ本当。いいんだよ、もう前出ていい感じなのかな。よし足を止めていくぞ。よし足が止まった。もう逃げられないです。 OK。 で俺はこっそりこっち、あいつの足は止まらない。で俺はこっちに降りていく。よし、そして足が止まれ、足止まれ、よし止まった。タイホンさオニ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 でブラの今オのブラストオリオンを落としたから、そして俺が浮いていく。いいね、いい感じ、いいあれだ。もう一回足止まれ、もう一回足止まれ、足止まれ、隠れる前に止まれ。ああちょっと隠れちゃったけど、でも足止まったね。で俺がここを、あちょっと着地失敗した。白色に変えていきながら、よし OK。 そして、あ、キルは俺じゃない、なんだお前こっそり後ろに来て俺のキルを取ってきやがったな。いやー足止めオフィオン見ての通りすげえ使いやすいっすよやっぱりね。
これおすすめしたい。ああナイス、 GG だね、終わっちゃったね。おすすめしたいね。さあリザルト見ていこうか。さあどんな感じになったよ。なかなかこれ、あ2位か、あベテさんが1位か。380万8キル2ビーコン、うん、まあナイスで GG ですね。前ちょっとさ上がらずに中央でさ妹ってたんで、あのベテさんよりはダメージ出てないですけれど、まあ足止めてね味方に随分貢献できたと思います。まあこれからねタイタン電波を育てるのにも相当お金かかるのでね、この足止めオプションを、まあ、気軽におすすめできないところはありますけれど、まあタイタンじゃない電波がいなくてもね、パルサーとラブリスの、キメラオプションっていうのは、まあ、そこそこ使えますんで、まあ、使ってみてはいかがでしょうかっていう動画でしたね。はい、明日のですね、動画なんですけど、ギブアウェイのウィナーの日ですが、ちょっとね配信お休みをさせていただこうと思ってます。ウィナーのね、動画はねあの明日の報告しないといけないので締め切りなので、作るんですが、配信そのものはちょっとねお休みをさせていただこうと思ってますので、ご承知おきください。はい、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価いただけますと励みになります。それじゃねー、またねー、じゃねー。